決してですね YouTube をテレビに戻る手段として使うべきではないと思うんですね。宮迫さんは憎まれてるわけですね。これまでのメジャーになって CM に出てでテレビに出て冠番組持ってっていうようなゴールデンロードっていうのかな、なんかそういうサクセスストーリーがもう今や揺らいでいると。テレビにはね戻らない方が僕は得だと思います。宮迫の無礼もですね、宮迫に YouTube やらせるんだったらテレビ的なことをやらせると逆効果だっていうことを分かってこれぐらい提案してやってください。オタキックスチャンネル、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回も岡田敏夫さんの解説のお時間です。今回は崩れゆくお笑い芸人とテレビ番組のあるべき関係について語っています。それではご覧ください。今日の朝ワイドナショーですね、見てたらですね、雨上がり決死隊の宮迫さんのですねYouTube 動画というのがですねテレビで流れてですね、これどうなのかということでコメンテーターの人たちは全般的にこれはあんまり面白くないなとかこれはまずいなとか否定的なコメントだったんですよね。まあそれはネットニュースでも流れてる通りなんですよ。もうねめちゃくちゃ評判が悪いと謝罪会見みたいなですねものを YouTube でまともにストレートにやっちゃったんですけどもですね。でまあワイドナショーでのですね松本さんのコメントがですね、いやこれはねもう僕は動かない方がいいというふうなことを言っててですね、ちょっと待てよと。お前半年ぐらい前に松本動きますと言ってたのにもう今回はもう動きませんになっちゃったのかと、なんかねそこら辺ちょっとねなんかいまいちかっこ悪いなと思ったんですけど、まあそれはいいとして、なんで宮迫の会見失敗したのかなと、まあ見りゃこれはまずいのはわかるんですよ。ただなんであんな炎上したのかというのに興味があってですね要するに YouTube とテレビはその呼吸が違うんですよね。呼吸が違う間合いっていうのかな。テレビがねプロレスだとしたら YouTube はね格闘技に近いのでですね、見せ方が派手な技っていうのはプロレスでの見せ方が派手な技っていうのはプロレスという場ではすごい面白いし成立するんですけども、格闘技の方に持ってくるとあいつふざけてんのかとか真面目にやれよって話になっちゃうわけでなんですよね。参加してる側も何かバカにされたような印象をちょっと持っちゃうっていうニュアンスです。それで言うとですね、テレビっていうのはですね真面目な場なんですよね。なんだかんだ言っても YouTube っていうのはですね真剣にふざける場なんですよ。もうどれぐらい真剣にふざけるのかっていうと、真剣にふざけるあまり命まで落とすと、例えば YouTuber の人が時々命を落としますけどもあれで正しいわけですね。それぐらいがですね真剣に遊ぶんだったら命ぐらい落としても当然上等と思ってるのがまあ真の YouTuber だと僕は思ってるんですけども、なので決してですね YouTube をテレビに戻る手段として使うべきではないと思うんですね。もっと真剣に遊ぶふざけた場なんですよね。まあ先週同じようなですねその炎上で例えば男優さんと若手女優さんとの不倫事件があってですね、まあ不倫があってそれがもう延々炎上してるわけですよ。2人とももうテレビには戻れないとかドラマに戻れないみたいなえらい騒ぎになってるんですけども、なんで不倫は炎上するのかって、あれ炎上という言葉使うからなんか変なのであって、僕はあれをですねクラウドヘイティングって呼んでるんですね。ただ単にそのクラウドファンディングがみんなの応援を集めてるのと同じようにクラウドヘイティングだからですねみんなの憎しみを集めてるだけなんですよ。もうそれだけに過ぎないですね。炎上じゃないんですよ。憎しみを効率よく集めてるだけでですね、実はだから個々の人にインタビューしてみると別に不倫で怒ってる人ってほとんどいないんですね。あんなの許せないではなくて、ああいう人はテレビに出るべきではないというべき論みたいなものでみんな言ってるんですよね。誰も別に実は不倫に怒ってる人はいない。なのでコメンテーターの人が時々このポロって言っちゃうんですよ。でもそんな不倫が悪いことなんですかとか、芸能人はそんな清廉潔白でないといけないんですかっていうふうなことを言うと、その人にまた炎上が移ってくる。それなんでかというと、間違ったことを言ったわけでもなく何でもなく、クラウドヘイティングに参加してですね効率よく憎しみをこの集めること、ファンディングすることに成功しちゃったからなんですね。じゃあ誰も実は怒ってないからといってですね許してもらえるかって無理なんですよ。怒ってないけど憎まれてるんですね。憎しみを機械的に集めてるって僕は呼んでるんですけどもですね、この憎しみを機械的に集めてるって本質を捉えた方がまあ分かりやすい。で現在ですね宮迫さんはまあ憎まれてるわけですね。怒られてないんですよ。憎まれてるんですよ。で憎しみを機械的に集めるのに成功してるんですよ。これね宮迫さんのね行き先はね簡単に言うと僕はネガティブインフルエンサーしかないと思ってるんですよ。どんなのかというと、テレビ業界とか吉本興業へのですね、復讐を誓いながら、お笑いに対する愛を捨てきれないですね、ジョーカーとしてですね、生きるっていうのが一番いいんですよ。本当にマジでメイクして。なんでメイクするのがいいのかっていうと、もう宮迫の顔はみんな知ってるから、なのでメイクするのが生きるわけですね。なんか涙流したようなメイクをしながら、憎しみを持ってですね、テレビ許せない、吉本上層部許せないっていうふうに言いながら、お笑いのことは憎みきれないっていうような感じでやるですね、ネガティブインフルエンサーっていうのが一番いいと。地上波を全て否定して、テレビの嘘をですね、全部暴くと。ジョーカーのメイクでそれをやるっていうのが一番ですね、僕は宮迫さんが、ここから先売れるパターンだと思うんですね。具体的なイメージで、宮迫さんわかんないんだったらですね、柴田という YouTuber をですね、見ればいいんです。全く柴田という YouTuber のパクリで大丈夫です。本当に大丈夫です。本気でやったらですね、多分柴田の10倍以上売れますから。だから、柴田はですから、おい、吉本の大崎会長よ。よく聞けよ。お前は全く救われないやつだ。論文の会見、淳、そして淳見たか。お前見たのかと。あれを見てお前は何も感じなかったのか。お前は純に土下座したいと思わなかったのかと。あれを見て何とも思わないんだったら、もうお前は救われねえ。俺は救えねえ。俺にはお前を救えねえ。っていう風な、これでいいんですよ。これでバッチリ面白いんですよ。柴田と同じことを、全く同じことをやりながら、10倍過激に見えるし、100倍面白くなるんですよ。YouTube の客が求めてるのは、これぐらい本気で遊ぶ姿勢なんですよ。おためごかしとか言い訳じゃなくて、本気で遊んでほしいんですよ。これやるとテレビに戻れなくなるって考えちゃうじゃないですか。違うんですよ。登録数100万超えたら、テレビも吉本ももみ手で近寄ってきます。それはもういくらクズ芸人だ、クビだと思いながらも、登録数100万超えた瞬間に、もみ手で近づかないようなビジネスマンを僕は信用しないです。どんなに今怒っても、許してもらうより、儲かるやつだと思われた方が得なんですよ。そこら辺ちょっと間違いないようにした方がいいと思うんですけども、一度ね、悪役に落とされた人間は、次は数字を引っ提げて戻るしかないんですよ。頭下げて戻るんじゃないですよ。数字引っ提げて戻るんですよ。そしたら戻るから。ただ、テレビにはね、戻らない方が僕は得だと思います。なんでかというと、宮迫さんがですね、このネガティブインフルエンサーとして目指すべきは、ブランド価値を落とすっていうのが仕事になるんですね。だからこれってね、アメリカの大統領選挙で当たり前なんですよ。大統領選挙って後半戦になってくるとお互いのネガティブな情報ばっかりを言い合って、その足の引っ張り合いになるんですね。で、日本の例えば報道の人とかですね、政治評論家は、そういうのもアメリカの州具的な、いわゆる大衆がバカな選挙制度そのものだって言うんですけども、あれが正常な民主主義の行き着く先なんですね。あれが全く正常な進化過程なのでですね、だから宮迫がですね、おい、これは自民党と、俺の桜を見る会に呼べと、呼ばなかったら俺は自民党を応援するからなっていうふうに、ネガティブキャンペーンとしてやったらですね、あっという間にみんなものすごいびっくりするわけですね。それだけで本当に登録数上がるんですよ。こういうことやってると登録数100万超えもですね、いけるのでですね、これが正しいか正しくないかっていうと、道徳的には正しくないんですよ。つまりテレビ的ではないんですよ。ただ、本音的だから YouTube という場にはものすごい合う。ですね、宮迫のブレーンもですね、宮迫に YouTube やらせるんだったら、普通のことを、つまりテレビ的なことをやらせると逆効果だっていうことを分かってですね、これぐらい提案してやってくださいっていうのが、今日の世間話であります。どうでもいい話ですね。吉本に所属してるんだけど、文化人枠として所属してるんだけども、ギャラは受け取らないから、所属してるって言っても何言っても関係ないは関係ないんだけどさ、面白いのは芸人の人たちがどうやって生き残ろうかっていうのをやっぱ考えてることだね。その意味では構成作家とかの方が遅れてるね。芸人の方は自分たちが人気商売っていうのを分かってるから、これまでのメジャーになって CM に出て、でテレビに出て冠番組持ってっていうような、ゴールデンロードっていうのかな、そういうサクセスストーリーがもう今や揺らいでいると。大成功していた島田紳助さんですらこういうことになってしまったと。で、今のところ最もうまく着地したのが上岡龍太郎っていう途中でリタイアした人か、もしくはビートたけしっていう途中で文化人枠に転身した人に見える。で、明石家さんまは生涯テレビに出るっていうことを考えてるんだけども、そこまでの覚悟はないと。あれは明石家さん待ってるのはアントニオ猪木なんだよ。つまり生涯現役で戦い続けて、俺が最強っていうふうなことを宣言し続けるという戦闘お笑い民族でないとあれができないんだ。みんなそんなことやりたいわけじゃないんだよ。見てわかるだろ。今あらゆる売れてる芸人さん、それは有吉にしてもそうだし、ブラックマヨネージにしてもそうだし、あとなんだろうな、サバンナでも何でもいいよ、千原兄弟何でもいいんだけど、それらの人が今ずっと延々最前線で笑いを取ろうとがっついてるのかと、がっついてないじゃん。どっかで丸くなろうとしてるじゃない。丸くなったり、後輩たちとお笑いのことを語ったり、身内の話をして、その身内の話を周りの人に分かってもらうようにして、いかに楽しく明るく好かれるかっていうふうなことをやってるんだけども、明石家さんまだけはずっと戦闘態勢取り続けてるんだよな。だからみんながいわゆる普通のプロレスになろうとしてるところに、一人だけなんかアントニオ猪木っぽいことを言っていて、なんか同じプロレスなのに何かガチンコみたいな顔してるやつがいて鬱陶しいような状態が、俺さんまのポジションだと思うんだけども、っていうのが分かってるから、芸人さんらもこれまでの番組の作り方とか芸人の在り方に関してすごい懐疑的で、俺この間先週神保町の吉本っていうので、平成のぶしこぶしの吉村君っていうのと1時間トーク番組やったの。1時間トーク番組だからさ、本当にこの番組みたいなことを丸々2人でやったんだよ。その楽屋で話した話も、こっから先どういうふうにビジネスモデルを組むのかとか、どうやって食っていくのかって話して、すごいリアルな話なんだけども、その打ち合わせに来る構成作家だよね。つまり彼らのブレーンというか参謀になるはずの人間たちが、全くこういうことになんだろうな、危機感を抱いてない。これまでと同じようにやっていれば売れるんじゃないか。それはなんでそういう差が出るのかと、多分舞台に立ってるか立ってないかの皮膚感の差っていうのが、本来構成作家ももともと芸人になりたかった人だからさ、そんなあるはずがないのに、多分テレビとか会社の人たちとのコンタクト分量が芸人より多い結果、古典的な枠組みから抜けられないんだよ。芸人の方が現場にいるから、言っちゃえば本社の営業部と店舗の差みたいな感覚が出てる。芸人は店頭で自分を売ってるし、客の顔を見てるから、どの客が今何が欲しいか、もうそういうことに飽きてるのかに関してすごい敏感なんだけども、でも構成作家っていうのはその店頭に立たないから、何がこれからのビジネスモデルか、何がこれからの芸人の姿なのかに関してやや鈍感で、本社の意向というのをちょっと押し付けようとしてるっていう、なんかそこら辺のギャップ感じたなっていうのを打ち合わせで思いました。僕がやっぱ感じたのはですね、久々に聞いたような桜塚やっくんで名前とかですねあと久々に見たよなというふうなことで、やっぱ寂しいかな、消えた芸能人みたいな感じになっちゃってるわけですね。もちろん本人は頑張っていろいろ仕事されたとは思うんですけど、僕の正直な感想はそんな感じでした。ニコ生で番組持ってた、あ、そうなんだ、ニコ生で番組持ってたんだ、うわー、なんでその濃いめ太夫とかそういうの流すのはあ、どういうふうな、みんな、あ、そうか、みんな忘れてたと思う。そういうふうなことなのか。桜塚やっくんっていうのは、僕の中ではそのエンタの神様に潰されちゃった芸人というようなイメージがすごく強いんですね。同じように思ってる人多いのかなと思ってですね、ネットで調べたらですね、もうヤフー知恵袋にエンタの神様に殺された芸人って誰がいるんですかっていうすごい質問が上がってですねそこに次々と回答が出てきて、もう今出てきたようなアクセル・ホッパーとかですね、畑ヨークとかですね、小梅太夫とかいうそういうような名前がどんどん出てきてですねすごいよなと思ったんですけども、やっぱりみんな考えてること同じなんですね。エンタの神様の復活の日にそういうふうなニュースが流れたっていうのが、ちょっとね、なんかすごく切ないものがありましたよね。エンタの神様がなんでその芸人キラーって言われてるのかって、同じようなネタ番組であったわけですよね。例えばレッドカーペットとかですね、色物屋とかあったんですけども、それらの番組は芸人潰し、芸人キラーというふうに言われてなかった。でもなんでエンタの神様が芸人を潰す番組だというふうに言われたのかというと、まず何よりも有名だったのは、芸人の芸を紹介する番組じゃなかったということなんですよね。つまり芸人のキャラクターを見て、でそれで五味さんっていうその総合プロデューサーの人が「お前はこれをやれ」っていうふうに命じて、それをやらせたっていうふうなと。で何が面白いのか、そのプロデューサーが決めるんであって、お笑い芸人が決めるんじゃないっていうことだったんですよ。これがですね、その「だな」っていう声と「えー」っていう声とかある。そうなんですよね。やっぱこういうのは知ってる人もいれば知らない人もいるんですけども、プロデューサーサイドからしてみたら80年代からのお笑いブームから2005、6年まで延々続いてきた芸人が面白さを決めるという流れっていうのにはやっぱりちょっと不満があるんですよね。どちらかというとテレビマンとしての誇りっていうのは出てくる人間に対してそんな頼るんじゃなくて自分たちが面白いものを作るんだ。例えば芸人 A という人間にキャラクター B というのをやらせると A×B の化学反応で面白さを作る。これがやっぱテレビマンのプライドであり誇りなんですよね。そういうのじゃなくて芸人が出て次々と面白いことをやるだけの番組、ネタを見せるだけの番組というのはやっぱりね、そのどうやってもテレビマンとしてはやりがい感じないというのは変なんですけども、芸人頼りになっちゃうんですね。だから多分そのテレビマンとしてのプライドもすごくあった人らが作ってた番組だと思うんですけども、結果としてですねドーピングがすごかったんですね。エンタの神様、僕が見てるだけでドーピングというのは何かっていうと、絶対にこのシーンで笑ってないのに異常に笑い声が入るのが多いというですねのがですね、もう本当にエンタの神様多くて、特にですね桜塚やっくんはそれが僕が見てる感じ多かったなと。なんかね、別のネタで笑ってる映像をかぶせたり笑い声かぶせたりして旗ヨークとかですね桜塚やっくんっていうのはどんどん笑ってるように見せてたんですね。だからそこら辺がちょうどネットワークがいろんなことがみんな書くようになってツイッターが盛んになるちょっと前ぐらいですよね。だから私収録行ったけどそんなに受けてなかったというような裏情報がどんどん流れ出してきた時代だったので、余計にそれがお笑いのコアの人から桜塚やっくんとか畑陽区っていうのが何ていうかな、実際以上に面白くないような印象を持たれていって潰されていったところがあるんじゃないかなというふうに僕なんか考えちゃうんですけども、なんかその辺皆さんどう思ってるんでしょうね。桜塚やっくんに関してとかエンタの神様のそのドーピング体質っていうのかな、そういうのに関しても僕はだからそういうのがあるからやっぱあんまり好きな番組にはならなかったですね。でもあの番組白石美穂いらないよね。俺もねそれはずっと思ったんだけども、白石美穂とあとアナウンサーなしのエンタの神様っていうのはねなかなか成立しづらいというか、番組として自分で編集してみたら分かるんだけども番組にならない。なんていうのかな、例えば NHK でやってる携帯大喜利っていうのあるじゃないですか。じゃああれをいらない部分僕やってるんですよ。僕ハードディスクに入れていらない部分を飛ばして見てるんだけども、あれってそのいらないと思っているこの番組のシステムはこうですとか、あとネタをもう一回読むところとかをなくしてみるとあんまり面白くない。あの番組の時間の流れに沿って見てるとだんだんこのお題に対してのネタを言うところがすごい盛り上がるように作ってるから、やっぱあれを白石美穂も別に僕白石美穂が好きで言ってるわけじゃないんだけども必要だったんじゃないのかなというふうにはなんとなく思うな。クリエイター系の人たちですねはですね、制限されればテレビで面白いものが作れなくなっちゃうよというふうに騒いでるんですよね。で半分本当ですけども、まあ半分嘘は嘘だと僕は思います。っていうのはガンダムをはじめとしてロボットアニメというもの自身が制限の中で作られたものなんですね。毎週新しいロボット出せとか、必ず戦闘シーン入れろとか、必ず合体シーン入れろというようなスポンサーの制約がすごいんですよ。で夏のお小遣いの季節になったら新型のメカ出せとか、クリスマスシーズンにはなんか巨大要塞出せみたいなこと言われて、ガンダムっていう作品ってねそれをね他のアニメよりも人一倍守って作ってできた作品なんですよね。でそんな中でもちゃんと面白いものができたっていうのを僕らはその現場を見てきたのでですね、それは必ずしも本当じゃないなと。なんか制限があれば面白いドラマなんかできないというふうに言われると、じゃあ「あまちゃんどうなるの?」と「NHK だから制限だらけだよ」と「あまちゃんの中でどれだけいわゆるタブーに引っかかりそうだったから手を緩めたとか手を控えたセリフや箇所が本当に何百箇所あるのかっていうのがもうちょっと考えれば分かるんですよ。僕あまちゃんの番組見ながら「ああここで止めるか工藤官九郎さすがに地上波っていうか NHK の限界ってよく分かってるな」と。普通の作家だったらここ踏み込んで過激なこと言わせたいのに、ここでやめてでもちゃんと感動を持ってきて自分の言いたいことをやるよ。でそこら辺がやっぱプロの技だよなっていうふうに思うんですよね。過激なことをやったらですねそれはもう評判になるに決まってんですよ。僕東京 MX テレビの「日本ダンディ」っていう番組に去年の秋頃出てですね、でその中で戦場のなんかニュースが流れたんですね。で子どもの死体とかが出たんですよ。子どもの死体の写真が出た。で戦場では実はこんな子どもも死んでるんだっていう結構ショッキングな写真なんです。それをテレビでオンエアしたって。でこれは東京 MX の日本ダンディだから出せるんであって、本当はテレビ局はこういうふうなものを出さなきゃいけないっていうふうな話をしてて、僕はその中でもうんうんってこう分かったようなうなずいたような顔してたんだけど、僕は実はそうは思わないんですよ。テレビの役割ってそうだろうかって思うんですよね。テレビの役割は世の中では戦争があるっていうふうに伝えるのはテレビの役割なんだけども、ショックな映像を見せるというのは必ずしもテレビの役割ではないと思うんですね。そこまでしてテレビっていうのを刺激的で面白く作る必要があるのかで、そんなことをしてテレビっていうのが一部のそういう教養豊かで何でも制作者の言ってることをちゃんと受け取れるような人たちのものにしていいのかって思うんですよ。テレビっていうのは誰のものでもある、みんなが見れるというのが一番重要なんですね。みんなが見れるということは、昔有吉さんが言ってたんですけども、メジャーになるということはバカに見つかるってことだって言ってたんですけど、僕それはすごくいいセリフだと思ってて、メジャーになるってことは誰にでも分かるっていうことなんです。テレビっていうのは誰にでも分かるためであるから、心が弱い人が見ても、読解力が低い人が見ても、リテラシーが低い人が見ても、それなりにですね、嫌でなくて楽しめるものになきゃならない。そっちの方がテレビの役割としてはるかに大きいと思うんですね。そうやって面白さを犠牲にして、本当にいいものを犠牲にしてでもみんなが満足できるものですね。言っちゃえばホテルのカレーみたいなもんですよ。ホテルで出てくるカレーっていうのは、なんかホテルのレストランっていうのがある程度の場が大事だから、あまり刺激的な匂いが出せないし、子供からおじいちゃんおばあちゃんまで食べるもんだから、あまり辛いもん出せないんですよ。だからホテルのカレーには美味しいものがないというふうに言われてるんですね。その代わりホテルのカレーっていうのは、どんな宿泊客が来て食べてもある程度の美味しさを保証してる。つまり美味しいものを目指すんではなくて、誰が食べても安全なものっていうのを出すから、ホテルのカレーっていうのはそんなに美味しくならないんですね。テレビって僕はそれでいいと思ってるんですよ。そんな面白さとか過激さを追求してどんどんこう作っていくんではなくて、クレームが来たんだったら、あ、これでクレーム来るんだと言ってその番組作るのを俺諦めてもいいと思うんですね。それでも作りたいんだったら作って DVD で売りゃいいじゃないかって思うんですよ。そこまでやって作り手の紐なんかこうちゃんと収めるべきだし、テレビ見てる人の抵抗感みたいなものも考えた上でバランス取っていくしかないっていうのが、僕はテレビだと思ってるんですよね。ちゃんと作ったんだから分かってくれっていうのは、ちゃんと作ったんだからちゃんと味わってくれっていう風な話につながってきちゃうんで、なんか僕はそこら辺嫌だなと思いました。サンデル教授のですね、正義の話でよく出てくる話なんですけども、結局、最大多数の最大幸福なのか、自由の追求なのか、共同体の倫理の確立なのかっていう、この3方向からの引っ張り話がしょっちゅう出てくるんですよね。で今話されてるのはですね、最大限の自由っていうのは、つまり嫌な人がいる、クレームつける人がいるんだから番組は打ち切るべきだっていうのが最大限の最大幸福、民主主義的な考え方です。でそうじゃなくて自由の追求、クリエイターとして見る、作る自由がある、見せる自由がある、でできるだけ放送してほしいという自由の追求があると。じゃあ3番目のその共同体として、私たちの社会っていうのはこれをゴールデンタイムの家族でも見れるものって出していいのだろうかっていう、この視点の3つで考えるべきであって、そこに回答がないのがまあ正しいんですけどね。まあここからですよね。松本人志ココリコ遠藤の再婚フライング報道に怒り、幼児虐待やないかっていうふうに怒ったという事件なんですけども、これちょっとFacebook の方にもコメントで書いたんですけども、僕はこういうのが出るたびにですね、いつもちょっとイラッとするんですよね。これはワイドナショーか何かで、ココリコの遠藤さんが、実は再婚の発表するタイミングを考えていたと。で子供が中学校を卒業した時に、一応中学校卒業したら行ってもいいというふうなことで発表してたら、そしたらスポーツ新聞かどっかがスクープで報道したと。だから子供の気持ちを考えて発表しなかったのに、そんなを考えへんと報道するなんて、マスコミは何を考えてんねや、幼児虐待やないかというようなことを言ったということで、まあもちろんお笑いのね、芸人の方がワイドショーのパロディみたいな番組でやってるから、どこまで真面目に語るのかというのはあるんですけども、ただまあ僕はこういう意見には割と反対してるんですよ。で自分のですね、その Facebook にも書いたんですけども、まあそうですね、ツッコミ用としては幼児虐待って、もう中学生で、子供中学生なんだから、それはもう幼児虐待でもなく児童虐待でもなくただ単に未成年虐待ぐらいですけどもですね、文科省の定義では、児童っていうのは小学校から中学校まで、そうか、児童なんだな。なんですけども、こういうのを聞くとタレントに基本的人権はないのかっていうことなんですけどもね、基本的人権はあると思うんだけども、まあこれ僕の用語なんだけども、不対的人権っていうんですか、例えば人前で不快な思いをさせられない権利、そんなもんないですよね。だって不快な人はこの世の中にいっぱいいるわけですし、美人の人は周りからジロジロ見られるし、極端な話顔にあざがある人は周りからジロジロ見られるわけです。じゃあその顔にあざがある人は周りからジロジロ見られる、おっぱいが大きい女の人は周りからジロジロ見られるですね。極端に背が高い人、極端に背が低い人は周りからジロジロ見られると、こういう人たちは基本的人権ないのかっていうと、そんなことないわけですね。そうじゃなくて、松本さんが言ってるのもですね、基本的人権ではなくて、実は本来普通の人間だったら守られるべきマナーっていうのが存在しないということなんですね。でもその普通の人間の守られるべきマナーっていうのは、超美人、超ブサイク、超巨乳、超デブ、僕も分かるんですけども、あとは何だろうな、顔にあざがある人は全部守られてないわけです。でそういうふうなものを手放すっていうことぐらいを覚悟の上で芸能界に入ったんじゃねえのっていうふうに僕は思っちゃいます。芸能界の人が上に上がって人並み以上の金と名声を手にしてるのに、基本的人権とかを口走ると本当に情けねえなと思うんでですね、いつもこういうふうな問題が起こるたびに僕はこの問題を多分持ち出すことになるんですけども、基本的人権と不対的人権というふうに仮に僕は呼んでるんですけども、そういうマナー的なものは別だろうと、そういうふうな意味では世の中にはですね、そういうものが守られない人っていうのはいくらでもいて、それはもうただ単にマナーの問題だと。有名税っていうふうに言っちゃえば当たり前かも分かんないけども、もう一回繰り返しますけど、世の中には美人、不細工、巨乳、顔にあざ、背が高い、背が低い、デブ、チビぐらいのことで、またハゲもそうですよね。そういうですね、有名税並みに守られてないことがあるんで、それら全てはもうマナーの問題にしか過ぎないということでありますですね。そこら辺がもう嫌なんだったら、ジャニーズとかですね、バーニングとかですね、そういうマスコミに圧力をきっちりかけてくれる事務所にでも移籍すりゃいいのにと正直言って思いましたですね。ココリコ遠藤の再婚フライング報道に怒りに関して思うことはそんなもんです。あとこれですね、ベッキー不倫とか SMAP 騒動とかですね、実は底辺に同じ問題が流れてると思うというですね、話題ですね。今回ちょっとこういう芸能ネタを最初の方になんか流れで入ってきてしまったんですけども、SMAP の騒動も、ベッキーの振りも同じだと思うんですけども、どんな例で話すといいかな。昔ですね、名前出してもいいんだろうな、高田純次さんのファンクラブが成立しなかったという話を聞いたことがあるんですね。これ何かっていうと、僕がリックスという組織を作るだいぶ前の話なんですけども、有料の会員クラブっていうのをネット上でやるというのは可能なのかどうかっていうのをいろんなところでやったんですけども、そこでその高田純次さん、それを受けてるところが高田純次さんの例を出してきて、ある人がメジャーだからといってファンクラブが成立するわけではないと。例えば高田純次さんのファンクラブっていうのを年会費、あれいくらだっけな、何千円かで、作ったそうですね。ところが申し込み者が100人いないような数だったのに、実は成立しなかったと。つまり国民的にみんな名前が知れてる人だからといって、人気があるからといって固定的なそのお金を払ってくれるファンがそれだけいるとは限らないと。びっくりするぐらい僕らが知らないような地下アイドルでもですね、100人200人ぐらいあっという間に有料会員が集まる場合もあれば、日本人みんなが知ってるようなメジャーのタレントでももう本当に100人も集まらなくて苦労するという場合もあると。ベッキーの騒動にしてもですね、SMAP の騒動にしても、僕はどういうふうに言えばいいのかな、あらゆるメディアに関して、メディアだけじゃないんですけどね、ネット社会は何を変えたのかっていうと、前から僕がよく言うんですけども、トップは生き残ると、超トップは生き残るけども、あとただでやってもいいよ、もう無料でもいいんだ、好きでやってるんでもいいんだっていうアマチュアは生き残ると。でそうじゃなくて、この中間部分の食えてますよ、いい生活してますよっていう、いわゆるプロの人が食えなくなるのがそのネット社会、これからのメディアの本質だというふうに言ってます。例えばミュージシャンでもそうなんですよね。ミュージシャンでも世界のトップアーティスト、つまり日本人だったら誰でも知ってる、世界中の人だったら誰でも知ってるという人は、おそらく永遠に、これからもずっと食えるだろうと。そうじゃなくて、もう自分たち好きでやってるんだ、無料でやってるんだ、だから食える食えない関係ないんだという人たちもこれやっていけると。でそうでなくて、この間のですね、いやアルバムもちゃんと順調に売れてるし、ライブにも人が来てるから大丈夫だよというような中途半端って言ったら失礼なんでしょうね、中間部のプロフェッショナルっていうのが食えなくなってくるというのがネット社会だと思うんですよね。同じようにトップの本屋さんは生き残って、一番下の別に食えなくてもいいんだよ、おばあちゃんが店番してるだけだからボケ防止だからって本屋さんは生き残れるんだけども、その中間のなんとか食えてる、駅前だから食えてる、商品の並びがいいから食えてるというような本屋さんはどんどん潰れていく。もう本当にレストランでも何でもそうなんですよね。超トップとあとは食えても食えなくてもいいというふうな人たちだけが生き残る時代っていうのが、僕はそのメディア時代だと思うんですね。文明崩壊っていう本をだいぶ前に紹介したんですけども、文明崩壊という本の中で文明というのはどのように起こってどのように崩壊するのかと、大体自然環境、資源とかですね、いくつかのパラメーターがあるんですね。でそういうようなパラメーターがちょっと変わるだけで簡単に文明というのは滅びてしまうというのをですね、いくつもの例を出していると。で同じようにですね、芸能界でもですね、実はある人が仕事をなくしたり食えなくなってしまう場合っていうのは、僕はこの文明崩壊のようなパターンがあるんじゃないかなと思うんですよね。っていうのはどういうことかっていうと、高田純次さんの話をですね最初した理由がそこなんですけども、高田純次さんはここに行こうとしてたわけですね。このトップの部分に行こうとしていて、で全くこの足元の部分ができてないんです。足元の部分っていうのは何かっていうと、高田純次さんが別に何をしてようとお金を払いますよっていう、すごい基礎表みたいな部分なんですよ。人気がある、芸能界で人気があるというのはこの上の方に行っちゃうんですよね。SMAPとベッキーのこの差っていうのは何かっていうと、SMAP の場合は SMAP がいなくなると困るから、例えば CD を買って支えようというファンの動きがある。つまりこの足元がちゃんとしてるんですよ。でそれに対してベッキーっていうのはですね、人気はあるんだけども、その人気の根拠となる実績みたいなものが実はあまりないんですね。つまりベッキーを買い支えようという層が実はすごく薄いんですよね。なので実際問題、この人たちが今回のような騒動に巻き込まれたらどうなるのかっていうと、ベッキーも SMAP も別に芸能界から追放されようが何されようが、ただ単にニコ生で番組持てばいいだけなんですよ。彼らぐらいの力があれば、彼ら彼女の力があれば、ニコ生で自分たちが普段出ているぐらいのクオリティの番組というのは作れるし、もっとシンプルに言えばですね、Netflixに拠点を移せばいいだけなんですよね。でそうすればテレビの寿命が縮まり、既存のマスコミの寿命が縮まって、SMAPやベッキーの命が伸びるんですけども、それができないというか、おそらくそれが思いつかないんじゃないのかなと思うんですよね。ここのいわゆるメジャーにだけ行こうとしてた人間で、根本の部分っていうのが弱い人間っていうのはなくなりやすいですね。ちょっとしたつまずきでなくなりやすい。しかしこの根本の部分が抑えてれば、実はこの上の部分っていうのはこう移ろうんですよ。昔はラジオだったし、その次は新聞だったし、今もテレビなんですよね。でテレビっていうところから SMAP がいなくなれば、芸能事務所の一部の方が考えているように SMAP というものが消えるのかと、そうじゃなくてテレビが無視してもちゃんと生き残る方法はこの下の方にあると。でもベッキーのはおそらくテレビを捨てていくことはできないんだけども、 SMAP だったらですね、さっきも言ったように Netflix なりですね、ニコ生なりですね、自分でメディアっていうのを作ることによって生き残ることは十分に可能であり、その方が世界のトップでない限りいけると思うんですね。僕は SMAP がもうちょっと売れてたら全然困らなかったと思うんですよ。もう一つの考え方としてですね、ただ単にアメリカの芸能事務所と契約するという方法があったんですね。つまり SMAP の木村拓哉を除く全員かも分かんないし、マネージャーの飯島さんという人を含めてかも分かんないですけども、日本国内の芸能事務所に戻る必要全くないわけですね。全員でアメリカの芸能事務所に移籍してしまって、そこからNetflixでしか見れないというふうにやってもですね、そんなに売れ方は変わらないし、あちら側の事務所に入っていればだんだん外人枠というふうなことで日本の番組に帰ってくることは可能だし、まあ5年後ぐらいに帰る時に日本のテレビというのがどうなっているのかも分かんないんですよね。なのでこれは SMAP や、ベッキーがマスコミから消されるとか圧力を受けているという問題は確かにその問題もあるんですけど、反対側から見ればこれだけ僕らは新聞とかですね、雑誌とかですね、テレビに載らない情報を僕たちが知ってるからこそ、なんだかんだ言ってもこういうふうな問題語れるわけですね。なので芸能人がなぜ消えるのかっていう一番最初の命題に戻ると、それはテレビとかですね、そういう今まで自分たちがそれがないと生きていけないと思ったものだけを絶対視してるからであって、そうじゃなくてネットテレビとか海外の芸能事務所っていうところに視点を移すと、実は生き残り策いくらでもあるのになと、早いこと気がつけばいいのにというのを考えながら、まあでもね、来週再来週ぐらいになってくると事態がどういうふうに流れるのか全然分かんないですね。よく分かんねえやっていうのがあります。メディアの話題続きですね。僕も去年ぐらいですね、前半とかすごい叩かれたんですけどですね、ニコ生の会員数がですね全然減ってないというのがですね、さっき言った基礎票の部分が大きいというのがあるんですよね。それはもう多分人気だけの商売をやってると消されちゃうわけですよね。いろんな人が叩き出したら雰囲気だけで持ってる。だからベッキーが弱いのはそこなんですよ。売れてるとか人気があるっていうのが雰囲気だけなんですよね。でそうじゃなくて、実はこの人にどんな能力があって何がいいのかっていうのがはっきりして、それが売り物になっていれば生き残れるわけですね。だからそこら辺ですね、潰されるか潰されないかですね。で潰れるのかどうかっていうのは本当に運次第、そういう事件が起こるのかどうかっていうのは僕は本当にある確率の運だと思うので、多分これからですね、芸能人の人にしてもアイドルにしてもですね、下半分の層っていうのをどれぐらいしっかりつかめるかだと思うんですね。その辺の話をちょっとテレビでない売れ方というので、ごく最近いろんな人としてるんですけども、多分来月あたりぐらいにちょっと動きを起こそうと思ってるんですね。何人かの人と組んで、それも発表できればと思いましょう。岡田さん、こんばんは。いつも楽しく視聴しております。ありがとうございます。私は飲食店をやりたいと考えて、岡田さんに相談してみたいと思いました。飲食店といえば最近焼肉屋で炎上した宮迫さんは、周りから今すぐ撤退した方がいいという声の中でお店をオープンさせたのが思い浮かぶと思いますが、なんでこれが出てくるんだろう。岡田さんがもし自分で失敗したくないやり方で飲食店をやると考える場合、どのようなことを考えますか？よろしくお願いします。なんで関係ない宮迫さんの例が出てきたのか分かんないけどね、そもそもですね、僕は失敗したくないという発想でものを考えたことがないんですけどね、面白いかどうか楽しいかどうか いけそうかどうか成功しそうかどうかとか、大体これぐらいしか考えないんですよ。だからこそ僕はビジネスに成功したことがないんですよ。いろんなことは始めていろんなことやってるんですけども、ビジネスとして成功して、例えばこうプール付きの大豪邸に住むとかですね、そういうふうなことはやったことがないんですね。でこれからもやる予定もないし、悲しいことですけども、大成功する予定もないんですよ。本当にマジでないんですよね。なのでその結果、僕は今すごい楽しく生きてるんだと思うんですけど、毎日が本当にすごい楽しいという状態が10年以上続いてるんですけどもですね、そうなる前はそんな毎日が楽しいわけじゃなかったんですけど、それはね、成功しようとしたりしてたからだと思うんですよね。成功する人ってその代償としてね、楽しさを失うと僕思ってるんですよ。だから成功した人ってその仕事が嫌いになるんですよね。ビジネスで成功した人って、例えば早めにその仕事をいろんな若手に任せても自分は毎日遊んでるとかよく言うじゃないですか。あれ聞くとね、僕は本当にかわいそうだなと思うんですよ。っていうのは、一番自分に向いていて楽しいはずのことでお金が儲かったというだけの理由で、これは仕事だからというふうに思ってやめちゃって、結局やりたくないことでもないな、お金ない頃はやらなかったようなことですね。例えば高級時計を買うとかですね、なんかすごい外車に乗るとかですね、えぐいところに住むとかですね、なんか毎晩飲み歩くとかいうですね、みんながやれないからやってるだけであってですね、お金ない頃にそんなに車好きだったのかお前とか、お金ない頃にそんなに時計好きだったのかお前っていう、なんか山田五郎さんのようにですね、本当に昔からお金ない頃から万年筆好きだとかですね、時計好きだという人だったら分かるんですけども、大体ビジネスで成功して羽振りがいいことしてる人ってその仕事嫌いになっちゃうじゃないですか。だからもうこれは僕の考え方なのでですね、失敗したくないやり方で飲食店を経営する方法って僕には考えつきませんよ。成功するための方法、僕には聞かない方がいいと思いますので、今後もですね、僕に相談する時はですね、失敗しない方法というのはあんまり聞かない方がいいと思います。唯一僕が答えられるのは、この恋愛で失敗しない方がいいというのに関してはある程度僕は恋愛は僕ね、失敗も成果だと思っているのでですね、いろいろ答えられるんですけど、ビジネスでね、失敗は確かに楽しむことはできないでしょうからね。でも失敗してもね、楽しいと思うことだったらやった方がいいと思いますね。この飲食店であっても。で、僕だったら今のご時世で飲食店なんて失敗が怖いからではなくて、どんなふうに考えても成功が思いつかないからやりません楽しくないだろうしですね。だって自分の思惑とは関係なく、お上にですね、何時から何時まで営業しちゃダメとかですね、こういうもん出しちゃダメって言われるような商売が楽しいはずがないじゃないですか。なので、そんな楽しくない、そんなめちゃくちゃな条件の中でも、それでもやりたいんだっていう人はやればいいと思うんですけども、失敗したくない人とか成功したくない人は絶対に飲食業をやらない方がいいと思います言えるのはそれぐらいですね。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？本当にテレビ番組に出ることが芸人人生にプラスとは言い切れない時代になってきましたね。それではまた次の動画でお会いしましょう。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。